38分から104度15分までの範囲にある。東は、平武市県、南は、茂る県、東南は、北側ん族自治県、西南は、紅原県県と国水県、北は、九西溝県とゾルゲ県に接する。ビンサン山脈の中央部、製造高原の東園に、松阪県は位置し、民工や港などの大河の源流でもある。 県内の主要河川には、民港、港のほか熱、務務局、決しか蓋、白層川など200以上があり、これらは民、民港、港の二大水系に合流して、最終的には、長港に注ぐ。県内の最高地点は、ビンサン山脈の手法でもある、雪宝板だけで、海抜は5588メートル。県内のほとんどは山地であるが、 天然の草地の面積は568万世に及び、薬などの牧畜業が盛んである。松藩古城、沿薫門古代には、帝道が松藩を中心とする一帯に置かれ、チベット高原の東部を統治していた。帝道は旗が古代の植国を滅ぼした、紀元前316年以後に建立された。漢の武帝の元6年に、改めて設立され、 神代には、帝道は、帝剣と改められ、三軍に属した。帝道の、帝は、古代の四川盆地の西方にいた、一大民族で、帝京とも呼ばれ、京と並び称された時もあれば、京人の一部とみなされた時もある。道は神及び、漢の時代に異民族を統治するために置かれた地区の、名だった。松藩の町の歴史は古く、東大に開かれ、 秋代に再建されて、現在に至っている。松藩は、四川盆地の西の山岳地帯に住む郷族や、チベット人に対する軍事基地として、重要な役割を果たしてきた。また、四川省、甘粛省、青海省、チベットの間の茶屋馬の交易の中心としても、機能してきた。1935年には、毛沢東と、 周恩来に引きられた中国共産党軍が調整の途中に松藩を通り高原地帯を越えて甘粛省方面へと進んでいった。松藩県では1976年8月16日にマグニチュード7.2の大きな地震が起こっている。また2008年の四川王地震は地域に大きな打撃を与えた。主な民族はチベット族、漢族、 海賊、京族。県庁所在地は、進む安鎮にある。主な産業は、農牧業地域であるが、近年は、産地の景観と自然を生かした、観光業が重要になっており、県政府も観光を奨励している。旧斎用量空港が、川主寺沈郊外の標高約3500メートルの高台にあり、付近の観光地の空の玄関になっている。 松藩の町自体が古い町並みの魅力的な都市で、郊外には牧草地や農村が広がり乗馬での観光も行われる。県内の主な観光地には世界遺産ともなっている横領風景区があるほか、同じく世界遺産である旧西溝への南の玄関口でもある。ありがとうございます。